はい、皆さんこんにちは、ニオニオでございます。本日はですね、先週の仮面ライダーセイバーめちゃくちゃ面白かったですね。皆さんちゃんと見ました？もう感動ありの、笑いはそんななかったね。感動も神回でした。で、次の今週の放送のね、39章はかなり期待が高まる内容となっているんじゃないかなと思っております。ということで、本日もちょっと次回予想をね、いろいろしていこうかなと思うんですけれども、まずね、テレビ朝日のホームページからちょっとね、見ていこうかなと思います。第39章、剣士を信じる道を行けということで、このなんか3人すごい印象的ですね。なんかこれほんま久々じゃない？なんてお遊戯会みたいなのをするのは久しぶりじゃないですか。銀河鉄道の夜をケントと2人でやってたぶりぐらいかな。で、ここちょっと読んでいくと、剣士たちの思いをつなぎ伝説の聖剣クロスセーバーを手に入れたトーマ、ケントもトーマらと共に戦うことを宣言し、剣士たちは打倒マスターロゴスへ改めて一つになる。そんな中、トーマはマスターロゴス直接会って聞いてみたいことがあると言い出すが、結界に守られたサウザンベースに入る手立てはない。どうやってマスターロゴスに近づくのか、そしてトーマが聞きたいこととは何なのか。確かに何を聞きたいの、この語に及んで聞きたいこととかないでしょ。で、今回のこのテレビ朝日のホームページに載ってる写真はこの2枚だけ、めちゃくちゃ少ない。いつも3枚、まあ結構少ないんですけど、3枚ぐらい載ってるんですけど。ということで、ちょっと次はね、仮面ライダーウェブの方、情報量はかなり多いので、こっちを見ていこうかなと思います。ですね、剣士を信じる道を行けということで、ちょっと最初に、ちょっと先に写真を見ていきましょう。で、カリュブディスが久々登場ということで、ストリウスもしっかりストーリーに絡んでくるみたいで、これもさっき言った、久々のね、お遊戯会みたいな。で、気になるのこの写真なんですよ。マスターロゴス対信頼兄弟って感じで、これゆくゆく考えると、今までしっかりね、ソードオブロゴスの剣士としてマスターロゴスに仕えていた信頼兄弟っていうのは、おそらく住んでる場所ってなるとサウザンベースだと思うんですよ。で、マスターロゴスは、まあ、もちろん住んでる場所っていうのもサウザンベースだと思うので、一つ屋根の下に今や敵対関係になった信頼兄弟とマスターロゴスがおそらく一緒に住んでますよね。これだから、この住処を争ったバトルなのかもしれないですね。ここだから結構この戦いはすごいね、サウザンベースで繰り広げられているので気になりますね。で、これがおそらくテレビくんかテレビマガジンどっちか忘れたんですけど、載ってたやつで、マスターロゴスの技を、クロスセーバーで弾くという感じのところでしょう。で、ケントくんはやっぱりエスパーダに戻ると衣装も戻るんですね。個人的に結構そのカリバーの、ケントカリバーの時のあの麻袋みたいなコートすごい好きやったんで、なんかわざわざ衣装まで戻さんでもなと思うんですけどね、まあ、こっちもこっちで結構ね、ケントくんって感じで好きなんですけどね。で、次の写真がこれですね。カリュブディスがおそらくこれさっきのマスターロゴス VS セイバーのところにさ乱入してくるのかな。ロケ地がほぼ一緒だと思うので、後ろの岩田の感じとか似てますよね。なので同じシーンかな。カリブディスはあのブレイズが担当するんでしょう。だからこれもしかしたら前後してるかもしれないですね。同時変身してるけど。で、これですよ、気になるの。お兄様が倒れてるんですよ。で、このレイカ様が持っているライドブックはこれストームイーグル。あ、なるほどね。ストームイーグルとかは今取られている状態ってこと？だから今回でレイカ様が取り返して、今週の最後もしくは来週ぐらいに、クリムゾンセイバーか、仮面ライダークリムゾンセイバーが登場するのかもしれないですね。ここにストームイーグルを持っているから、これをトーマにレイカ様が返してあげるのかもしれないですね。はあ、で、最後これお帰りタッセルが待ってそう。でもなんかタッセルってこんなになんか
たくましかったっけ。なんかここでね、もう見た目完全タッセルじゃないですか。見た目完全タッセルやのに顔を隠す必要ってないんちゃうかなと思うんですよ。思いません？それ、もうだってこんな奇抜な格好するのタッセルしかおらんのに、あえて後ろ姿で撮るってことは、もしかしたらこれタッセルじゃない可能性ってないですか？なんか後ろ姿結構ごついから、で出演者のとこ見るとこれ多分もう例えばこのレジエルとかズオスっていうのは出てこーへんけど、一応名前は出ている。でこの仙台炎の剣士の平山さん、まあ、あの上条さんですね、上条さんもまあまあ一応準レギュラーキャストとして名前が出てるのかもしれないんですけど、これちょっと前回の話とかずっと名前載ってんのかな、これ。あ、一応ずっと名前は載ってるんか、30日の、まあ、あ、一応じゃああれか、一瞬これ見た時にもしかしてこれこっち向いた時に顔面が上条さんになっちゃうかなとも思ったんですけど、ちょっとそれはなさそうかな。でもなんかタッセルって、タッセル僕のイメージすごい華奢なイメージがあったんで、なんかこのタッセル結構肩幅も、まあ、肩パッド入ってるかもしれへんけど結構肩幅も広いし、しかも太もももなんか太いなって思ったので、もしかしたら顔面がタッセルじゃなくて上条さん、もしくは隼人、もしくはあバハトはもうないか、オールアップしたから、だからこの顔面がもしかしたらタッセルじゃなくなっているかもしれないですよね。ということで、ここも読んでいきましょうか。トーマが手にした新たな聖剣の力により、マスターロゴスが生み出した本は全てなくなり、消えていた町も元に戻った。マスターロゴスを一旦退けたが、信頼兄弟レン、そしてケントはトーマたちの輪に加わることはなかったんや。え、そうなん？俺、ケント君は完全に帰ってきたと思ってんけど、なんで？え、なんで輪に加わることはなかったん？一方、マスターロースはトーマが生み出した伝説の聖剣とルナの出現を感じ、すべてを手にするべく動き出す。トーマを中心に剣士たちの思いで生まれた聖剣はマスターロースの思惑通りなのか。そしてトーマは改めてマスターロゴスと話がしたいとみんなに告げる。そんな中、リョウガとレイカ、そしてケントは自らの意思である行動を取る。はあ、なるほどね。ある行動を取るっていうのが、多分そのある行動が多分これこの画像につながってくるでしょうね。このレンと一緒にいる画像で、ある行動というのはマスターロゴスを2人で倒そうという信頼兄弟の思いというのは、おそらくこれがある行動だと思います。なので、トーマちゃん、ケントはレンと手を組むかもしれないですね。もし輪に入ってないのであれば、ここにね、ケントはトーマたちの輪に加わることはなかったってあるんで、これね完全に輪に入ると思ったけどね。来週ももうね楽しみですね。後書きもね書いて、これも見て、ここね良かったですね。僕ちょっとね、ここほんまに38章は神回すぎて、今回の本題から離れてしまってるんですけど、ここ本当に良かった。うわ、もうね、ここもバハト良かったな、谷口さん良かった、やっぱ池尾次回ちょっともう一回見よう、家帰ったら。で一応ね、このね、降臨仮面ライダークロスセーバーについていろいろ書いてる。これもちょっとね、まあ仮面ライダーウェブまでわざわざ見てる人って意外と少ないと思うんで、これも後々まとめた動画をね撮ろうかなと思います。こういうデザインに至った経緯であったりとかっていうのも載ってるので、ということでちょっとね、今日は最後の方は38章の振り返りじゃないけど、なったけど、ちょっと今日なんかまとまりないな。まあまあまあ、今日はこんな感じで終わって、まあ来週またね。今月ねちょっとね、日曜日の放送終了後のね YouTube ライブがねどうやらできなさそうなんですよね。ちょっと仕事が
ありがたいことに忙しくなってきまして、なのでちょっと7月ぐらいからまたね、直後ライブは復活させたいなと思ってるので、6月はちょっとお休みしようかなと思っております。ということで本日はこちらで以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。本日の動画はいかがだったでしょうか。面白かったよって方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてですね、私ニヤニヤスタジオという新しいチャンネルもスタートさせております。アート系を中心に作っていく動画をやっていきたいなと思っておりますので、そちらの方もぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では。